皆さん、こんにちは。日本テレビで毎週放送されている演芸番組『笑点』で座布団運びをしている山田隆夫さんが戦力外通告を受けたと話題になったことがありました。それは2020年のことでした。一体どういったことが起きたのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。日本テレビ系の長寿演芸番組『笑点』が2020年6月7日放送され、座布団運びの山田隆夫さん当時63歳が大喜利コーナーのリモート化に伴い4週連続で番組を欠席したことがあります。2020年といえばコロナ禍であり、人が集まることを極力避けていたため、大喜利自体が苦肉の策としてリモートで放送されたことがあります。司会を務める春風亭昇太さんも、今週も座布団の運びようがないものですから山田さんはお休みです。山田さん元気、もじゃもじゃしてると紹介するだけで、レギュラー6人が出演するモニターの脇に置かれた等身大のパネルには、お休み中とこの時も掲げられていました。大喜利中は過去3週と同様にアニメ化されて登場したものの、扱いが週を重ねるごとに存在になっていくと見られているのか、 X にはいろいろなコメントが寄せられていました。山田隆夫さんの戦力外通告感がますます強くなっている。今週も不要不急の座布団運び、山田隆夫さんが切り捨てられて序盤に一言触れられるだけで粛々と進んでいくなど、今後の出演機会があるのか心配する投稿が当時数多く寄せられていました。今となっては懐かしい思い出と言えますが、当時はどの番組もこのような緊急避難的に番組が構成されていました。もちろん現在では復帰しています。そんな長年座布団を運んできた山田隆夫さんのプロフィールを見ていきたいと思います。山田隆夫、山田隆夫さんは口座名もあり、レイレイシャスズマルと言います。1956年8月23日生まれ、東京都江東区深川の出身です。シンガーソングライター、落語家、俳優として活動してきました。前述の通り5代目レイレイシャバ風の門下でもあります。親類に俳優の山田純大さん、杉柳太郎、親子がいます。幼少期、材木問屋の実家が詐欺に遭い全財産を失いました。それにより両親がいつも暗い顔をしていたので、山田さんは落語で両親を心から笑わせたいと思うようになり、これが落語に興味を持つきっかけになったそうです。渋谷区猿楽小学校時代には学芸会で演目に参加して人気があったそうです。10歳の時、フジテレビのちびっこのど自慢でデビューしました。番組の審査員に声をかけられ、 NHK の歌番組に出演しました。さらにその様子を目にした脚本家に見初められ、劇団ひまわりに所属するようになります。その後複数の番組に出演し、1970年からは日本テレビの笑点のちびっこ大喜利にレギュラー出演しました。ちびっこ大喜利の座布団10枚獲得記念商品がレコードデビューだったことから、1973年にズートルビを結成し歌手デビューを果たしました。ズートルビ在籍時代には歌手として第26回 NHK 紅白歌合戦に出場しています。その後日本大学武山高等学校を卒業しました。1977年結婚を機にズートルビを脱退しています。建前上は結婚のため脱退となっているのですが、実際はこの頃ズートルビの音楽的方向性の考え方の相違から当時は他のメンバーと険悪な状態になっており、山田さん自身の意思による脱退だったと明かされています。しかし山田さんはメンバーらと後に和解し、2020年再結成に至っています。ズートルビ脱退以降は俳優に主軸を置いた活動となりましたが、脱退と同時にズートルビとして出演していた番組を軒並み降板することになりました。そのため仕事の数が急激に減り、当時すでに所有していたマンションが主な収入源となる時期があったそうです。この時の出演番組の一つに NHK の子供向け番組お母さんと一緒があり、毎週土曜日に放送されていたコーナードンドンドンのお兄さんを1980年度の1年間務めています。この間
17歳でプロボクサーのライセンスを取得しました。山田隆夫さんの笑点での座布団運び初デビューは1984年10月7日でした。それまで座布団運びをしていた松崎誠さんの体調不良により、もともと笑点ちびっこ大喜利にレギュラー出演していた山田隆夫さんに白羽の矢が立ったのです。プロデューサーの勧めで6代目座布団運びに起用された直後から、お辞儀の仕方や歩き方を学ぶために日本舞踊は習っていたものの、挨拶だけは毎回緊張してしまいどうにもならず、そこで山田隆夫さんは挨拶のコンプレックスを克服するために落語を一から学ぶことを決意します。そして当時の落語協会会長のレイレイシャバフー師匠に頭を下げ一門入りすることになったそうです。前述の通り、おかみさんがつけたレイレイシャスズマルという講座名もあります。笑点で座布団運びを務める山田隆夫さんは2011年7月13日放送の跳ねるの扉で腹黒ネタでおなじみの三遊亭円楽さんとの確執を告白したことがあります。今は亡き三遊亭円楽さんとの良き思い出となっています。番組内では円楽さんが山田さんを呼び捨てにすることが原因と説明したのですが、その裏にはテレビでは明かしきれない確執があったとテレビ局関係者はこう話します。以前山田さんはカップ焼きそばの CM に出ていた時、スポンサーから段ボールで商品をもらっていたのだそうです。彼には育ち盛りの子供が4人いるから食費が助かると言って楽屋でも大喜びだったそうです。そんな山田さんに敏感に反応したのが円楽さんでした。実は円楽さんもその焼きそばの大ファンだったのです。円楽さんは山田さんにスポンサーに頼んでうちにも段ボール送ってもらえないかなと頼み込んだらしいのです。山田さんはそんなことできないと断りました。するとある日、円楽さんが他のメンバーに山田はケチだと言っているのを聞いてしまったのだそうです。そう言われては仕方ないから、どっちがケチなんだよ、自分で買えばいいじゃないかと愚痴りながらも自分の段ボールの焼きそばを円楽さんに分けてあげることにしたそうです。そんな確執とも言えないような話を山田さんが語ったかと思えば、円楽さんは別の機会に山田さんへの不満を述べていました。2016年9月10日に放送された徳森吉本今田はちみつのおしゃべりジャングルに落語家の三遊亭円楽さんが出演しました。その番組内で笑点の座布団係山田隆夫のせこいアシスタントを顎で使うといった素顔を明かしています。せこいということについては先ほどのエピソードからもわかりますが、もう一つについてはどういったことがあったのでしょうか。当時出演していたメンバーについて語り始めました。笑点メンバーの春風亭昇太さんには一生結婚できない、林家たい平さんには真面目といった笑いも交えて素顔を明かした円楽さん。しかし山田さんについてはせこいと一言。番組では座布団を頼まれるとかしこまりましたとか、いい人やっているけどアシスタントに聞けばいい、顎で使っていると下の者への横柄な態度を暴露しました。 MC の今田耕司さんらのガチすぎるとの驚愕に、せこいというお金のことに方向修正していきました。山田さんは横浜市内に数億円の座布団御殿に住み、都内の一等地にマンション2棟を所有する金満家だそうですが、あいつ弁当が出ると4つ持ってくんだよ、コーヒーあると聞いといて有料だと知るとならいらないってと締まり破りを明かしています。さらに円楽さんが利用するタクシー会社のドライバーに偶然山田さんの義兄が在籍していたそうです。到着地までずっと山田の悪口言うもんね、あんなやついませんよとガチブラックぶりに肩をすくめた。円楽さんは4月のフジテレビ系ダウンタウンナウでも嫌いなメンバーについて、噺家は嫌いじゃない、座布団配りは嫌いだけどねとバッサリ語っていました。嫌いな理由をただ性格が良くないっていうだけと話しています。山田隆夫さんには不動産投資においては先見の明があることが関係者の間で話題になっているようです。最初に土地を買ったのはまだ17歳の時でした。アイドル歌手で売り出したズートルビ時代にコツコツ貯めたお金で投資したといいます。実家はもともと裕福でしたが、
小さい頃に両親が詐欺にあって大切な土地を奪われており、この経験から山田隆夫さんは土地を買って実つながりで土地を増やしてお金を取り戻そうと決心して不動産投資を始めたそうです。買った土地の近くに電車が通るようになったり、商業施設が建って土地が高騰したりと、山田隆夫さんの不動産投資は次々と大当たりとなります。山田隆夫さんの商店のギャラは1回10万円前後ではないかというのが日テレ関係者の見立てですが、今や都内の一等地に持つマンション収入だけで商店の座布団収入の10倍は稼ぐと評判になっています。山田隆夫さんは2016年1月7日にテレビ東京系で放送された、よそで言わんといていで撮影時点での収入について明かしています。マンションのオーナーとして江東区と江戸川区にマンション一棟を所有しており、月100万円ほどの家賃収入を得ており、年商は1200万円以上に達しているとのことです。他にマンション経営ノウハウの講演会での収入もあると言いますから、17歳だった頃の山田隆夫さんの選択は大正解と言えます。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。